始まりました、オンチカ。今夜のゲストは和楽器バンド鈴花優子さんです。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ようこそお越しくださいました。はい、まさか、なんか、どれぐらい一人で盛り上がれるかわからないんですけれども、はい、8人分頑張りたいと思うんで。嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。2013年デビューの8人組和楽器バンド、ボーカルで作詞作曲まで手掛ける鈴花優子に最もテンションの上がる瞬間を前もって聞いたところ、私の3時のおやつも納豆ご飯だし、ちょっと待ってください、はい、3時のおやつ納豆じゃなくて、はい、納豆ご飯ってご飯もつくんですか？ご飯も必須ですね。私はもともと水戸出身、はい、茨城県の水戸市が出身で、納豆が好きなんですけど、はい、なんかいつの日かメンバーから、鈴花優子は納豆ないと切れるぞって噂広められちゃって、はい、だから、はい、それで全国のイベンターさんが気を使った結果、はいはい、いつも楽屋に納豆が置いてあるんですよ。すごい。そこでこちらをご用意。全国各地から数々の納豆を取り寄せさせていただきました。はい、テンション上がってる。すごい。予想以上にテンション上がってます。すごい、見たことないです。よかった。茨城県って、はい、まあ、水戸納豆ってよく言われますけど、うん、北海道強くて。あ、そうなんですか。はい、北海道がグイグイ来てる。え、ちなみにここもこれとか、初めて見た。私実はもうこれとか大好き。何これ、初めて見ました。これなんですか。これ久米納豆の上級のやつ。久米納豆、ま、これよく買いますよ。このおかめ納豆か、久米納豆かっていうのが私がいつも食べてるやつですね。しかしながら高級なやつばっかですね、ここにあるの。あ、よかった。なかなか手に入らない系のやつが多い。今宵は鈴花優子と納豆祭り。納豆をむさぼる姿を見せるのはテレビ初公開。深夜だからいいか。生歌から深い話まで盛りだくさん、必見です。中で打ち抜いて、すごい。なんか百貨店に行ってもこんなに置いてあることないんですよ。うんうん、で、まあ、納豆といっても私食レポしたことないんで、いや、もう食レポなんていらないです。もうただただ食べていただいて、もうテンション上がっていただくだけでいいんです。だけでいいんですか。はい、本当にこれ何ですか。金の延べ棒があるんですけど。さすがです。真っ先に手にしたこちら、知る人ぞ知る納豆マニアさんが絶賛する極上納豆。納豆マニアこと鈴木真由子さんという25歳の女性がいらっしゃるんですが、うん、はい、この方は年間700種類1200食の納豆を食べていらっしゃるということで、うんうん、すごい、あいつは物がいる。そうなんです。あ、茨城県の、あ、日立。そうです、おばあちゃん家です。おお、おお、金箔入ってる。金箔入ってますよ。厳選した北海道産の大豆に本物の金箔を添えた菊水ゴールド納豆、全国の鑑評会で優秀賞を獲得した本格派です。順番がこだわってて、最初に納豆だけで混ぜて、ある程度粘ってからからし入れて、最後タレっていう順番は守ってるんです。なるほど、それがこだわりですか。そう、食べ方の。なのでそれ以外とかで食べたことあんまないんですよ。もらって帰っていいですか。もちろんです。持って帰ってください。これなんか絵的にテレビ大丈夫なのっていう。大丈夫でしょ。絵的にいけるんですか、これも。深夜なんで大丈夫です。深夜だからいいか。大丈夫です。深夜はいけます。ちょっとそんなに見ないでもらっていいですか。いや、興味、興味津々なんです。ちょっと、そう、ごめんなさい、ご飯にかけますね。そうですよね。いただきます。いつもだったら、はぁって言いたいんですけど、今日は品よく食べますね。なるべく。美味しそう。うん。うん。なんか、金粉はいずこやって感じですけど、からしがすごい効いてるですね、これ。普段食べてる納豆より、うん、からしがすごくこだわりを感じる、ツンとくる感じ。ただ私が食べてるいつもの納豆より、うん、ちょっと大きい粒でした。うん、そうですね、粒大きめですよね。うん、粒大きめで。豆がしっかりしてる。いや、なかなか美味しいって言わないですが、本当に美味しいそうです。後で言ってました。はい。
ちなみに製造元が勧めるのはオリーブオイルと藻塩でいただくというスタイリッシュな食べ方。果たして鈴花優子の反応やいかに。いただいてみます。これはじゃあ、はい、ちょっとそのまま。そうですね、そのまま言ってください。うん、どうやろう、うん、ちょっとあれ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 おしゃれになりました。私が求めている、うん、あの納豆の品のなさ、うんうんうん、そうなんですかが壊されちゃうっていう。納豆が苦手な納豆初心者にはいい食べ方とのこと。納豆に品のなさを求める鈴花優子が続いて目をつけたのがこちらのわら納豆。あの実は私あんまり大粒が得意ではないんですね。なるほど、小粒好きね。小粒好きだからこそ、うん、大粒のやついってみようかな。おタレも香りがすごいです。どうですかね。すごいですね。そこでなんか本当にお料理してる晩ご飯の匂いがするぐらいタレの匂いが。確かにすごい。綺麗に食べるのむずい納豆。綺麗に食べれてますよ。うん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 、なんかすごい料理だ料理。へえ。まだ美味しいをいただいていないので、先ほど紹介したあらゆる納豆に精通する納豆マニア鈴木さんの納豆ベスト3をぶつけてみます。第3位はさっきのわら納豆と同じ会社なので飛ばして第2位からこちらです。わあ、やっぱ普通の来ないんだな。そう、つゆだくわさび黒豆。たっぷりのタレとわさびで食べる、料亭にも出てきそうと評判のつゆだくわさび黒豆。大阪は門増しで作られているそうです。うわ、絶対買わない。嘘。え、買わない。うん、なんで。だってこれ納豆って思わないもん。まあ、確かにでかいですね。そのゆうこさん好みの小粒ではない。文句じゃないですよ。そう。ちょっと。ちょっと待って。黒豆感すごいある。つゆだくわさび黒豆。やっぱ黒豆なんですよね。だからね。そうです。どう見ても黒豆です。これは。どっからどう見ても黒豆です。なんかどうにかなっちゃって黒くなったのかと思ったけど。黒豆なんですよ。どうにかなっちゃって。はい。腐った結果みたいな。いただきます。うん。わさびの味がすごい強い。さっきから思ってたんですけど、あのゆうこさんのからしの味とかわさびの味とか結構そっち敏感ですね。すごい、とりあえずわさびが美味しくて。わさび美味しい、うん、確かになんかいいわさびですよね。いいわさびで生わさび料亭感出てますね。料亭、わさびが料亭感出てる。はい、じゃあ納豆マニアの第1位で勝負。茨城県ひげた食品の刻み納豆。引き割りより細かい32分割。混ぜるとふわふわしてトルコアイスのように伸びる。見た目、食感、味と三拍子揃った一品です。うん、うん、何食べてるか分かんない。いや、1位の刻み納豆を食べてるんですよ。あなたは今1位の刻み納豆を食べています。何これ。間違いなくちょっとこんなおしゃれなやつ何ですかこれ。これは、あ、よくぞ言ってくださいました。これ待ってたやつ。待ってました。これ待ってた。こちら、はい、先ほどの納豆マニアの鈴木真由子さんのおすすめの。あ、また鈴木さん。そう、変わり種、ね、納豆、はい、コーヒー味の納豆。うわ、もうデザート感覚で食べていただけるということで。え、臭い。はい、臭い。そう。納豆の概念を覆す新感覚の大豆発酵食品ソイフィー。こちらも製造元が一押しする食べ方があるそうです。なんとホイップクリームと一緒に食べるのがおすすめ。じゃあどう。納豆臭い王道の納豆が好きな鈴花優子。果たして。これはね、ちょっと可愛く食べれそうだよ。
伸びた。美味しい。よかった。美味しい。よかった。デザートですか。めっちゃ美味しい。デザートです。おめっちゃ美味しい。てかこれ本当にこのホイップとやった方がいいですね。体にいいお菓子食べてるみたいな。後味がコーヒー風味ですごい合います。納豆ではないね。ああなるほどね。うん、ピアニストの母に徹底した英才教育を受けてきたという幼少の話。子供の頃はまだ品がありました。いや今もありますってクラシックピアノで東京音大行ったので、自分は歌手になるとは全く思ってなかったんで。あ、そうなんですか、うん、東京の音大行ける人私とりもその友達とかいないですもんマジですごい。昼間踊りの稽古行って夜から詩吟の稽古っていう感じで、ピアノもやってしまう。土曜日だけはピアノやらない日ってなってました。だからということは土曜日以外は毎日ピアノやってたってことですか。ピアノは毎日やってましたね。いやほんますごい。嫌になったり、うん、ちょっと親に反抗したとかないんですか。ほとんどそれですよそう逃げたいって言ってたけど、うん、それに向き合ってくれた親のパワフルさっていうのがすごいなって。で もうどんなに嫌だって言おうが、うん、さあんたこう、まあ、もう負けないでしょっていうのをこう気合を入れてくれるからこそ、すごい、やめずに。大人だったすごい今のためにあの日もあったんだなって。ジャンル違ったけれども今は思えますね。すごいその感謝してる気持ちを伝えたりしました。はい、はい、もうなんか今完全に普通のただのファンで、お母さん、もう全部ライブ見に来てて、なので海外での公演とかも旅行がてら来たりとか。いや本当に、いやもうかっこいいです。私千本桜とかめっちゃ聞いてました。あ、嬉しい、ありがとうございます。嬉しいこと言ってくれるとすぐ歌いたくなっちゃうので。え、そうか、いいですか、ちょっとだけ、千本桜夜に紛れ君の声も届かないよ、セイランの空遥か彼方その光線中で打ち抜いて。ほら見て、めっちゃ高くなってる、すごい、うわ、もうめっちゃ、もうこれ全部鳥肌立ってる。え、すごい、ありがとう、見に来て、びくあと今度私声優やることになって、すごい、それ、うん、超緊張したんですけど、はいはいはい、まあ、なんか7月から始まるアニメ、うん、ピッチボーイリバーサイドっていうやつの、うん、天使の役やってるんで、うん、まあ、なんか気になった方はそこも応援してもらえる。数々のアニメやドラマの主題歌に抜擢され勢いに乗る和楽器バンド鈴花優子に何かちょうだい。キーワードは番組の最後で。オンチカをご覧の皆様、